そろそろだね。よし、一度ここで休憩を取ろう。はい。一つ気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のこと兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったら少しはその気持ちわからない？いや、全く。僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時も何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔をすればよいのか、それすらもわからなかった。それって、それじゃ、まるで。そう。僕には感情ってものがないんだよ。こいつ。ヤマト隊長、そろそろ行くってばよ。ああ。サイ。何です？私、あんたがサスケ君の悪口を言うたびに殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケ君を救うためなら、サスケ君をバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケ君を救うためならあんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルト君に優しいっていうのかな、この場合。どうしてそんな感情が湧いてくるのか、僕にはわかりませんが。みんな、早く行くってばよ。さて、忙しくなりそうだな。
ここが天地教。よし、それじゃナルトたちは物陰に隠れてくれ。でもまずは僕がサソリに変化してスパイから情報を引き出してみる。君たちは僕が合図を出すまで待機。合図を確認し次第目標を捕獲してもらう。そういうことか。わかりました。さ、そろそろ相手も来る頃だ。三人とも頼んだよ。おう。ヤマト隊長、うまくやってよ。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは。五年ぶりですね。薬師、カブト。こいつが暁のスパイだったのか。巫女は。大丈夫です。ただ、あまり時間をかけるわけにはいきません。そうか。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所と、ウチハサスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう、一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今は北のアジトに潜伏していて、そこにウチハサスケもいます。おお。では次は僕がいただく番ですね。サソリ様、すぐに例のものを渡してください。これ以上は僕もゆっくりできません。このことがオロチマルにバレたら僕は消されてしまう。わかった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も混ぜてもらえないかしら。オロチマル、その装束、懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何？少しお礼を言おうと思ってね。あなたが送ってくれたそのスパイ、すごく重宝したわ。オロチマルが出てきた以上、迂闊な行動はできない。さて、どうする？まずは僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様は援護をお願いします。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。最初からね。
開始。今しかない。終わりかな。勝負あり。気を引き締めておいて、正解だったね。